ったで、まあ入られたとするで、よっ、近い。この角度だとどう考えてもなんかやりづらいんだよね。でこれやりづらいんで、こういっちゃうとなんか返しやすいよ。もうあのそっちにこっちにバランス、肩の角度があれなんだけど、うん、肩ここまで持ってくると返されやすいんで、このままこうしてこうすればいいんじゃない。この肩、この肩の位置このまんまするっていう、すくえるじゃん、はい、で、すくったらさ、これ引っ張るんだよね。なんか嫌じゃない？あ、すごいです。うん、なんかあの向こう向いて、うん、向こう向かれると困るわけでしょ。そうですね、僕は、うん、脇すくえたら、うわ、こっち、うわ、こっち向けと、うん、あの右肘を引っ張り上げれば天井に近づければ、うん、この人こっち向くから、あんまりディープハーフしてる気にならんだろ。はい、なんかこの肘が床についちゃうときつい、俺としてはきついし、手が追い出されるわけよ。すくったら引っ張り上げるというのはすごい大事だし、引っ張り、まあ、上がればいろいろできるでしょう。まあ、ここまでできんでも腕しまっていいよ。あ、うん、そうだね。ここまで来れば、上げるから、十字とかも取りやすいじゃん。うん、ありがとう。ちょっとでも、すくえなかった時の質問は、そもそもすくえなかった時なんだけど、はいはい、でもすくった方が断然楽なんで、はいはい、うん、ですくい方もこう脇、あの逆手の方がいいし、ですくったらぐいぐい引っ張り、すくったらちょっと足を前に出してこう引っ張り上げれば、相手や、うん、あ、そこだ、あ、手をつくんだった、ごめん、足は出せないよね。手ついて、手で床をしてこう引っ張り上げれば、うん、こっちまで向けば、うん、スイープないもんね。はい、うん、そうですね。横向いてる人ブリッジ、横向いてるからブリッジできるんじゃないですかとか言う人いるけど、横向いてる人ブリッジできないんで、うん、上向いてるからブリッジって聞くんだよね。よっ、横向かしちゃえばブリッジできないよね。うん、できそうでできないから、うん、いや、